あのですね、とかで。あの、計算するとね、これね、あの、偶然になったんやけど、作家もね、本も書いて。女のおかげもあるけど。ちょっと言うよ。ああまず、表紙はね、あの、今日作ったら簡単に作れるのかって。あと、岡山の、あの、業者なんでさ、本、一冊からってやつね。 それ一冊作るのに大体8日かかるらしいですわ。一昨日作ったら27日に売ったらな。だら今日作ったら29日頃来るんだけど、大引きでね。一冊いい話でしょ。一冊 OK。で、当たったら大きいよ、皆さん。頑 <laughs> 張まりに <coughs> なんでもいいのな。地球は俺のものとかね。蛇にピアスとか、うまいこと言うてね。大名作ってる。それで何を言いたいかというと、金ね、今年の12年、下手すると1000万円入る。 何かかましょうか例えば一冊来るでしょほいでね、多分ねあね、その岡山の業者とね、もう配送をそっちの方にしてね、あの注文来たらそれ勝手に送ったあと印税もらえる方にするしますわ。多分それになると思うな。それかダメだめやったら一冊、まあ先にブワーッとアマ,アマゾンは知らんけど、ブックオフとかいろいろ売るでしょ ?100 か所ぐらいだと思う。 ほら、注目るでしょ。それは俺がさい最初やる。これで大体予測つけて10冊やったら多分まあ、1000円としてね。これ6000円のも1680円から。1680円するよ。これでね、中学生ホームレスが680何倍かまだわからんけどね。これで売れ方はまぁ、取り安したりね。び、び、あの、ちょっと細いビジネスモードも2000円のもあるし、ね、だから、へ、だからね、 ちょっと皆さんおっしゃったけど、中学生ホームレスが、あの、1億稼いだらしいですわ。何万分かしたっけ ?10 万分か ?100 万分かしたゃ万部か。あれ、あと何、600何前の600万から。ふ <laughs> おいで、計算でしょいで、だからね、親父に9千万の本人が1千万。だから俺もね、1年じゃから3年としてもね、ええー、年、1億を3年だってやつ3 0万ずつ、うん3千万ずついうことは、 月何ぼや ?300 万か。だから少のなくもっても50万にしてもね。えっ、ー、と、今計算するよ。えー、今、ひしや、5、6、7、8、9、10、11。まあ、7ヶ月して6日として、6ヶ月として、7、5、30、350万入るってこと。悪いな。これでその350万あっても500万ぐらいだったら世界出版も,さもう知っとるからね。150万で300万。開始3億とね。 だから言ったでしょ、世界一の大富豪なんて。わからないように、俺みたいなのおったら。俺はね、ほいで一つを見ながら欲し不要が大成するらしいですわ。あのね、前にね、あのよく、くあの、大樽で生まれた子がね、バンチを張っとったらしいですわ。その人もね、あの、横浜転勤で移って、そのバンチをやっとって。これでなんかね、あの、焼肉屋とかやって成功したそうですわ。 今やね、一応も使うらしいよ、村だ,だ,だから、ね。俺もね、函館の、函館一番の一面子の不良ね。学校のけにして、学校の裏にして、パチンコいて、本、うん、本、かっぱれたりね。結婚したり。<laughs> まあこ、そ不良はそんなね。女と躊躇したりね。何を言いたら、不良を出世する。これも、もう一人ね、バリ島のね、あの、 100万貸して、バリと言った兄ちゃんですわ、あの、ッチョみたいなほれで、その、農民が、あの、100万貸してくれ、や言うて、100万貸してやったらしいですわ。で、見返りに土地の大きな一万坪くらいくれてね、それをリゾートにしたらもう10億以上入りました。だから一つね、それと、俺は人に優しいからね、だからわしもホームレスの,あの松屋で人って、あの土地余計100坪くらい持ってたからね、<laughs> 持ってっておかしい。それって、つれがね、そのホームレスの土地がないからね、あの、 千葉くのつっ五万五千しかないからな、あの、子供さんに育ってね、大学一人。あの、企業買って、置くとないじゃん、お前が積もるのになったばかしね、やつやがって。は <laughs> いで、入れてやったのが始まり。そしたら俺親切だから、今度はあの、おしが住所を取ったお父さんがね、あの、不正面が夜に入ってね、住所がなくなったら、お父さんあの頼むよって、頼むとことか、振りこうねと思ったんですよだから俺も親切がこれになってんの。 元へはその人のおかげ、だから俺のおかげですもんね、親切、親切と不慮ね、皆さん頭にいたきね。